ところですね、使ってもらいたいなっていうのはね、はい、感じはあったんですけどね。足との競争、小深田がこの唐島の投球を見つめるという形になっています。うん、これも緩い変化球で打ち取っていきました。いい守備をここは堅実に見せていきます。村林ワンアウト。また構えた、セーフティースクイズだが、グラブトス3本間に挟みました。8種類ボールを思わずキャッチャーに送りました。ボールを送りました。カーブを打っていく、左右間どうか、ショートが取る、すぐに持ち帰って一塁送球。ここはいい守備を村林が見せ、久々に失点をしましたが、失点。おっと、よく体で身を挺してボールを止めました梅崎。この後の処理も早かった。ツーアウトとまたチャンスになりますが、バット折れる、セカンド下がる、下がって手を伸ばして打った、この先取りました、スリーアウト。8回の表、楽天打線を0点に抑えた平井です。この先もよく追いかけました。初球から振っていきました。ファールゾーン、サード安田、安田取りました。安田打ち上げた打球はサード栗原よく取りました。ワンアウト。上空今風はそれほど強く吹いていません。風速計が今上空3メートル。ショート藤岡雄大、ワンバウンド、ファースト山口よく抑えました。スリーアウト。西野に笑顔、ファーストの山口よく取っています。サード栗原よく追いついた。一塁中村晃、ツーアウト。ナイスプレーですね。はい、打球は三遊間で、また岡足が速いので、やはり取った後に一回転して投げるっていうところも難しさありますね。そしてこのショートバウンド中村晃、今の打球を切り替え、キャッチャーの前、甲斐が二塁へ投げる、二塁フォースアウトになりました。送りバントは失敗。和田のバントがキャッチャー甲斐の前あまり転がりませんでした。これはショートゴロ、紅林一塁送球です。一塁アウトにしました。打ち返していくセカンドゴロ、ここは上川端がうまくさばきました。ワンアウトです。右方向強い打球でしたが、ここはセカンドゴロに打ち取られました。ボーンとホームランが出たっていうのは、ちょっと大きいですよこれね。そうですね、これもセカンドへ渡り、ここはセカンド上川端コブレー。セフェージョ選手は7月に入ってこれで6本目のホームラン。6本目、あのゲーム数よりも打点のが多いんですよね。ですね。変化球打たせた三遊間、宗華麗にさばきました。さあ3番手に上がった矢、流したサードライナーになりました。ここは変化球スライダーですね。ですね。上川端選手も活躍してきたという比嘉投手、ここはいい反応を見せました。40歳の比嘉投手、いい反応を見せました。まだまだね、大丈夫です、ね、キャッチャー藤井にトライ。この反応です。バントの構え、ショーフライになった、ダイレクトで掴んでダブルプレーになりました。ストレートを打っていきますがセカンドゴロ、大きく跳ねましたが対応しました。ギロストレート、ライト方向、大きな打球だ。ボール際、おっとフェンス際、取っています取っています。渡辺フェンス際よく掴みました。取りましたね。腕を伸ばしてではなく、そうですね、胸元でキャッチをしました渡辺。
今日途中から守備での出場になっている渡辺がライトへの大飛球。走りのあるまっすぐの後のですから、逆方向はサードよく取った、ナイスプレイ。より変化球も、まあ、効いてくるんじゃないですかね。先ほど外のボール打ちにいてピッチャーゴロ、セカンド、そして一塁に回りました。ダブルプレーです。則本がここは冷静にさばいています。逆方向ショート、しかしグラブの中でした。村林がいい反応を見せています。まあでもアウトになりましたけども、いい形で捉えてますよね。状態はいいですよね。逆方向への理想的な傾向がありますけどもね。ショート強い当たり、下がって取って村林が軽快にさばいています。ただここは今日初めてですね、則本が三者凡退のイニング作りました。逆方向、さあどうだ、センター辰巳、センター辰巳、ここも追いついた。この回は辰巳の守備範囲、やはりそこは辰巳という守備範囲を見せています。前半5回まで終わりました。4対2とイーグルスがリードしています。先発の則本を助ける方はこの回、いや、いいプレーですね。今も一瞬抜けたかなというような打球でした。センター方向、センター前進、前進、ここも辰巳の守備範囲、落ちるかと思ったところをことごとくさばいてきます。そうですね、本当に守備範囲が広いですね。この回は渡辺翔太が後ろの攻守にも助けられて打者3人で抑えています。独特なイニングなのでね。ここはバットの先、ショート前に出てきて一塁送球、村林の好プレー。ちょっと力も入る。一塁ゴロ、アストゥディーヨ正面です。ここは競争になりますが、アストゥディーヨの勝ち。スリーアウトです。2者残塁、マリーンズは追加点になりませんでした。2対1で前半の終わっています。一個特徴があるといいですよね。バット折れた、一塁ゴロ、おっと弾いた、バックアップ、どうだ、トスはアウトのジャッジ。ここは藤本監督がベンチから出ますがどうか。一塁は、ここはリクエストを要求しました。バット折れていろんなものが一塁方向に飛んでいった感じになりましたが、あの逆シングルのバックトスって難しいんですよあれ、はいはい、どうしても目線には入ってきますよね、はい、バット危なかったですね。さあちょうどここだとこのシーンがいいかもしれません。セーフのジャッジメントに変わります。リクエストはお互い。初球打った、一塁どうだ、アウトです。ホークスマリーンズ7回バント空振り、二塁送る、どうだ、タッチアウトだ。ここでお互いリミスの応酬になってしまっている。佐藤が思わずごめんと、ただ自分でここはそのミスを拭いました。いや今のはね狙ってましたね。何やってもうまくいかないなって感じしますよね、ソフトバンクの方は。ここはもうきっちりいけるところは行きたい両者。ツーアウトです。打ち上げた、ファーストの右です。難しいところ、ファーストよく飛びました。ここは中村晃、ボール2から打ってファーストファールフライ。追い込んでチェンジアップをうまく打たせました。サード宗が軽快にさばいてスリーアウト。3回サードゴロ、うまく取った、清宮一塁送球です。ランナーそのまま、難しいバウンドうまくすくい上げました。あ、そうですね、打つのもうまく打ったんですけどね、はい、強い打球ではあったんですが、柔らかいハンドリングでした。そうですね、まあ、インコースなんでこれ引っ張り込んだと思うんですね。清宮も非常に下から ねグラブが飛んだ。バッテリー高いバウンド、ショートの山田一塁送る、一塁はアウト、スリーアウト、ランナーセカンドに残塁です。この5回バファローズもランナーセカンドに送ったんですが0点、ポンセが踏ん張っています。ゲームはこの打球がショート、フォースアウト、一塁転送、一塁はアウトになってゲッツーです。ダブルベー、ここは二遊間しっかり守ってゲッツーを取りました。伏見の今シーズンの打率からいったのはね、はい、高いバウンド、
一塁へうまくすり上げた T 岡田スリーアウト高いバウンドあの辺のあのショートゴロになった三塁ランナー友杉突っ込むヘッドスライディングタッチアウトこれはどうでしょうかこれも分かりづらいかなあの友杉の左手が、そうですね、左がベースアウトです当初の判定通りアウト取ったファースト茶谷ファインプレー茶谷がよく抑えましたスリーアウト3回の表ホークス0点最後はファースト茶谷ダイビングストップこの打球は左へファールゾーンレフト山口追いついた初球叩いたセンター和田追いついていますピンチランナーで出た和田光志郎がこの回からセンターを守りますワンアウト、まあ、この辺の守備範囲は広いですよね広いですね1本目のスタートも良かったですし、はい、どうかなと思ったんですが余裕で追いついていますバットの先ショートの後方友杉追いついたよく追いつきましたショートの友杉バットに当てた三塁ランナー飛び出しているタッチに行くどうだどうだアウト懸命にタッチに行ったピッチャーのオスナ ここから小川が逃げる逃げるああお尻にタッチには行ってるように見えますタッチアウトですコースの判定通りアウト右方向はファーストゴロベースカバー加藤こちらも先頭バッターを取っています加藤の守備位置がすごく良かった良かったですか普通なら抜けてる当たりなんですけど、まあ、簡単に裁かれましたからね18メゴリンという数字が残っています強い打球これも加藤豪介トゥアウト先ほどはポジショニングという話がありましたが今度は横飛び反応いいですよね。もともとマラソン選手ではありませんけど。2対で緩いボール。三遊間はよく抑えた。セカンドは一つアウト。転送はスクリーン。ダブルプレー。今日はサードに山崎剛。いやそのために入ってますから。はい。はい、今はここは緩いボールを使っていきました。早川。その分だけやっぱりバットの先は先なんですよね、ボールツーストライク球種を変えた三塁線はフェア山崎剛スリーアウトですこの回は結果3人先頭マントこの構えマントヒット狙ったベースカバーは自らタッチはどうだアウトです狙ってきましたが佐藤浩介、まあ、加藤もこういうシーンは今シーズンここまでもありましたけどね、はい、まあいろいろやってきますし初球打ちはインサイドレフトに上がってどうだここまで下がってフェンスについたのじゃレフトが追いついたスリーアウトスイングアウトの三振右方向取ったジャンプ一番タイミングがずれやすい詰まりの、ね、あのライナーなのでまあ、よく取ったと思いますよどんな難しさがあるんですかワンボールツーストライク詰まったショートゴロハソン前進ワンアウトですセカンド高いバウンドセカンド1つアウト転送は一塁ダブルプレイさあそして角高あこれは止めたバットの当たりになりましたセカンドゴログラブトスで一塁を打ってアウトを取りましたこれも同じように三塁線このままうまいバントベアハンド一塁はアウトですが送りバント成功これは素晴らしいバントを見せましたペイト2回続けてきましたねうまかったですね なると思うんですよ ね三遊間のところサードカットしてやったこれはいいプレーになりました3投バッター源田サードゴロこれでワンアウトになっています
まあ、三遊間深いところまで追いかけて、まあ、ちょっと体勢が逆なんですけど、その後ですですから、ピッチャーの石本セカンドゴロになりました。グラブとして二塁を送ってスリーアウトになりました。7回の表ランナー出ました。よく打っている三森です。ストレート、これは打ち取られた打球です。サードがショートの前でカットします。宗がランニングする。一塁はアウトです。間に合っています。今リクエストする、ファーストコーチャーも手を挙げて、おそらくベンチにリクエストしてくださいという合図をしたと思いますね。藤本監督がリクエストをしています。展開変わりますよ。結局判定は覆りませんでした。藤本監督リクエストされます。低めのフォーク叩いて前進守備、セカンド飛び出しかしバックホームはできない。一塁に送って、これでバッターランナーはアウト。その間に三塁ランナーの柳町が生還しています。先制点はホークスです。義母がよく打球止めたんですが、ホームに返すと高めストレート、バントしてピッチャーボールを取る、判定して二塁送球アウト、ショートくれます。一塁です。一塁もアウト、ダブルプレーです。ダブルプレー成立、ツーアウト、ランナーなしと変わります。フィールディングの山本の正面に強いバントが行きました。山本冷静な処理でした。フォーク打たせました。ピッチャージャンプしてグラブで打球叩き落として一塁送球です。この回は山本の反射神経、フィールディングが光ったイニングになりました。まあ、6回の表は青岡さん、この山本の守備の素晴らしさが光ったイニングになりましたね。投球も素晴らしく激しいですからね。低めのボール球を打ってファーストゴロ、バックハンド取ってヘトングが二塁送球です。ベースカバーのショートの紅林は一塁には投げませんでした。ヒットが出ませんでした。インコース詰まりながらライトの前は突っ込んできて万波ワンアウト。早めの仕掛けでしたが阿部ヒットにはなりません。強い打球はライナー、小塚しっかり捉えましたよね。今ね、今左右どちらかに少しでもずれてると、まあまあ、当然ヒットの当たりなんですが、まあ、正面左方向切れていく打球でジャーッ、抑えた岡島。今切れていく、大体選手として上がってきましたが逆方向へ、もううまく下がった源田、一塁送球は間に合っています。源田この先は切れてボールが当たりましたが、源田が少し後ずさりしながらうまく調節をして取って6球の3、ゲッツーで終わっています。詰まりました。源田が取る、二塁へアウトにしています。一塁、一塁の小木野もアウトにした。俊足の2人をアウト、ダブルプレーです。源田二塁投げましたね。いや、すごいダブルプレーですよ、これね。3回の表ロッテ0点です。ここでまたフォーク、ランナーちょっと伸び出しすぎていた、戻りきれない。佐藤隆成1位ランナーアウトです。3アウト。4回の裏ライオンズ0点です。6月まで苦労していましたが、右中間伸びて、ここは和田がまたナイスキャッチャー。和田が追いつきました。素晴らしいですね。小木の打っていくか、ショート正面、源田との先、一塁、またダブルプレーを取った。この大ピンチ、また源田との先にダブルプレーを取ってきました。やっぱり源田の守備がいいですよね。取ってからの送球がいいですよね。7回の裏ファーストピッチャーですから、一塁は際どいタイミングアウトになりました。いい当たりだ、レフトの頭上伸びていって、今度はボールを取る、ランナーはそのまま、しっかり捉えたんですが、今度はよく取りました。今カーブでしたね。はい、かなと思いますけど、ピッチャーゴロ、1、6、3と渡ってゲッツー。なかなかないという状況。センター方向は抑えて、ハンソン一塁送球が間に合った。
抜けたかと思いましたが、大塚さん、今の守りはいかがでしょう。決して守備範囲が広い選手ではないんですよね。深めのポジショニングの取り方をして、かなりやっぱり取ってからの肩の強さ。この方、ヒロト。この位置、一回転した。芝生上でも。インコース引っ張って、サードゴロ、清宮からセカンド送球、うまくさばいて、転送、ダブルプレー。今、セカンド、ハーフバウンドになったんですが、足元、逆シングル、加藤豪介、ワンアウトです。今も凡打にはなりましたが、センター方向というバッティングです。本当そうです。強い球足、よく抑えた。4-6、3のダブルプレイ、よく飛んだ。インコース詰まった、足元、杉浦、2アウト、3アウト。ここはダブルプレイ、ゴロになって前に出た。ベースカバー、一塁はアウトです。ファースト鈴木大地、やわらかいスプレーですよね。詰まった打球が緩い、前進した一塁はどうでしょうか。アウトでした。ショートはハンソン。そしてここでリクエストどうでしょうか。でもこれね、ルールみたいな感じで明らかにですからね、はい、明らかにセーフな場合、明らかにアウトの場合だけ判定なんですね。判定が、はい、判定通りでした。一塁はアウト、スリーアウト、同点。一気にこう5点とかって難しくなってくると思うんですね。三遊間セカンドよくアウトにした。ここもハンソンでしたが、よく追いついて、あの体勢からスローイング。ランナー二塁三塁、うまくさばきました。落ち着いてましたね。あれがハンソン技。ショート、ハンソン。ポジショニングが非常に良かった。初球打ち、サード胸。ここはよく取って、その後も落ち着いて。初球打ち、サード弾いた。ショートバックアップ。一塁アウトになりました。これね。初球から行く、これほんでまた山下を知ってる伏見らしいバッティングでしたし、まあ言えば浅村と万波と争ってほしいですけどね。バックハンド、清宮うまく取った。うまくじゃん、こうちゃん。見事なプレー。わあ、貴重利コーチも拍手を送ってましたよ、今。こうちゃんいつからそれできるようになったみたいなね、森本コーチの顔はそう見えましたよ。難しい。おい、正面に入らないとこがいいですよ。大きな山になるイニングか。センター方向への打球、結構飛距離が出ている。センター下がっていく、磯畑が取った。一塁ランナー起塁します。大きなフライでしたが、磯畑の足、そしてバットの先、一二塁間、セカンド回り込んだ。一塁アウトです。ここはセカンドの義母がうまく処理しました。順次は粘った末にセカンド、右方向、ファーストマルティネス、素晴らしい。ジャンプしてボールを取りました。地元を抑える上沢、今のこのジャンプの仕方をちょっと周りの選手が何か言ってるみたいな。そうそう、ナイスプレーなんですけど、みんなお前全然飛んでないぞってわざと冷やかしたんですよ。足曲げて飛んだように見せんなよみたいな。あ、今俺めちゃくちゃ高く飛んでないか。サードゴロ、三塁ベースを踏んだ。三塁アウト、一塁アウト、ダブルプレー。ここも変化球、セカンド正面、4-6、早い早い。サン・ハンソンの肩、あの二遊間早かったね。上川端、ハンソン、そして4番5番クリーンナップ。初球打ち、その変わったばかりのショート奈良間、落ち着いてさばきました。ワンアウト、ワンアウト、大きいな。奈良間にも大きいな、池田貴秀がワンアウトを取りました。4点差、9回2アウト。
弾き返していった上川端バックハンド一塁へ見事なプレー見事なセカンド上川端です初球行ってセカンド抑えますあーっと送球それましたがタッチをしましたアウトですちょっと送球がそれてしまいました、はいまあ、この鈴木選手がよくフォローしましたね、はい、まずこれ源田選手の当たりが強くてちょっとこうバウンドも中途半端になりましたやばいって言ってますね自分でもこれ、 あの、ね、これ内野手あるあるなんですけどあの速い打球でうまく合わせた勝負を取ったここはショートの源田素晴らしいプレーでしたあナイスプレーですねサーブがよく取った2塁でアウト1塁はアウトでダブルプレーその間に3塁ランナーが帰ってライオンズ1点を返しましたいや今のは、ね、1点入りましたけど素晴らしい1番の岡です初球攻撃サード強い当たり栗原ワンアウト岡は初球から叩いていきました今負けね、はい、おっとグラブ当たって今宮間に合うかアウトナイスプレイうまくバックアップしました今東野グラブ当たったの当たりました、はい、当たりましたね6番セカンド中川うわー右中間どうだどうだ横を追いついた牧原先生ナイスプレーツーアウト安田ですセカンドの横三森よく取った一塁は間に合ったナイスプレー掛けが欲しいところピッチャーゴロ抜けてセカンドよく取った一塁はどうだ間に合うか一塁はアウト中村翔吾懸命のプレーまあ、ミスローでね、ありましたけどもね。じゃあミスローするしかなかったプレーではありますけどもね。昇進のペルドモでも取れませんでした。そしてこの後を。セカンドだ。ダブルプレー取れるか。キューアント、チリ。三遊間、ともすぎ。間に合った。試合終了。8対5。右方向ライナー万波よく取ったファインプレー伊藤を助けましたいやこれはスーパープレーですよねあの切れながらねものすごく距離感取るのね難しい打球だったんですけど、はい、しっかりこう合わせましたよねこの目線のプレーもある中ですねナイスプレーでしたねそうですね昨日4安打自身初の4安打の万波深くたサードゴロ胸アートボールがそれましたがタッチアウトです胸の送球少しそれたんですがはい胸選手ねしっかりとこうスプリングがそれましたけど足使って投げましたよね、センター方向への打球左中間、レフトが追いつきましたレフトの渡辺が取っていますいや乾いた打球音だったんですけどねセカンド加藤豪介が取りましたスリーアウトです7回の表ロドリゲスランナーが立ちましたが無得点に抑えています7回の表を終了していますそれではファイターズ参加お聞きくださいセカンドワンバウンドバックハンドでボールを取りました加藤豪介詰まった当たりゴロで処理した加藤です野口はセカンドゴロセンターに上がっています下がっていって下がっていって辰巳が落ちてました大きな当たりでしたけども山野辺センターフライでワンアウトです2番こういう当たりっていうのはピッチャーどうなんでしょうかいや、やはりねストレートタイム初球打ってショートいやここはショートの源田あの強い当たりをよくキャッチしましたいやあれを取るんですかさすがですねそうですね
しかしこの8回の裏村林の一発で長谷川バッティングコーチとちょっと似てないですね。ショートへ藤岡、おっよく救い上げました。ショート今日は藤岡です。ファーストの山口もよく取りました。ショートストップ今ですね。これチェンジアップですかね、どうでしょうかね。カスティオ打ち上げた、キャッチャー佐藤が、おサードか、サードか、サードの最後、あ佐藤が取ってました。ショートライナースリーアウト、イト、そして待ってサード強い当たりだ、よく取った川瀬、おー、はい、ナイスプレー、ファースト中村明素晴らしいプレー、ワンアウト2番ショート、この当たりです。いやこの川瀬うまくね、アンツーカー中の球を、中村翔吾初球攻撃、ショート今宮、スリーアウト、ピンチ逃れました千葉ロッテ、打ち返したショートへ藤岡打ち取った、ワンアウト。ショートの藤岡落ち着いてさばきました、ワンアウト。うまかったですね。セカンドへのゴロ、バックハンドで義母がボールを取りました。安定したスローイング、打ち上げました、ファーストファールフライか、マルティネスが追っていく、おー取りました、そしてそれぞれタッチアップ、これに任せたよと、あーなるほどね、という清宮拾い直して一塁へ、一塁アウト。あポンセもこの表情です。打球がねちょっと見えなかったですね、この強いライナー、あーライナーだったんですね。ライナーが今ドライブ回転して、はい、ね、今日ヒットを放っています。逆方向レフト松本ゴー、よく取った、これはバックバッター記号、センター方向詰まっている、センター前進、江越追いついた、スリーアウト、ショートライナー上川までが乗っています。入間のゴロ、力で押していく、ショート紅林見事なプレーです。いやー今日ホームランを打っている紅林、守備でも軽快な動き、いやー素晴らしいプレーですね。バットが折れた、サード清宮一塁、正確な送球です。一つアウトにします。ファースト取ってバックホーム、ショートバンで打った一塁のセーフです。ホームはアウトを取りました。キャッチャーの太田がよく取りました、ね、よく取りましたね今ね。強い当たりでした。ショートが取ってダブルプレーコース、二塁アウト、一塁アウトでダブルプレーを取りました。ショート村林いい反応でした。ナイスプレーですね。そうですね。まあ捉えられてはいるんですけども、まあこの村林選手ですよね。よく反応しましたね。そうですね。はい、センターに抜けてもおかしくないような打球当たりでした。ちょっと打球の変化もあったようです。はい、ライト叩きつけたバッティングはセカンドでできます。一塁は間に合いました、スリーアウトになりました。ここはセカンドの殿崎がレフトへ上がった打球は伸びていく、下がっていって、どうか取ったか、岡島がフェンスいっぱいでこのボールをキャッチしました。
詰まらせました。2つ取れるかどうか。2塁に送ってフォースアウト、1塁はセーフです。これも詰まらせています。ツーアウトランナーは三塁一塁です。押し込んでいるっていうところではここもそういった場面になりましたね。3球目バントしていきました。チャージをかけているリチャード、二塁に送りました。アウト。一塁もアウト。2つ取りました。バント失敗、ツーアウト。鳥越さんいかがでしょう。いやー、よくセカンド投げました ね、 ね、はい、これ行くといい当たりが右中間に伸びていきます。センターが追って守備範囲でした。牧原でした。ただこの回は中村翔吾のタイムリー。